なんかおかしい。何がおかしいの？いや、配置がおかしいなと思って。なんか定まんないというか。何がそんな定まってる？全然定まってる。定まってる？違うとかあんの？調子いい時の方を出さないとね。あ、なるほどね。相手は何だ？それ言うの？わかんない。これはなんかよくわかんない俺。何してんの？さっきから痛いポッ。はい、今日の普通に何が違うの？一緒でしょ。ポッ。はい、今日の普通に渋谷でアンケート取ってる人に来てもらったんですけど、できないってこと。この言い方。地球グミ好きって言ってたじゃないですか。いや、言ってないのよ。さっき俺嫌いって言ったんだ。嫌いなんだ。嫌い嘘でしょ。食べたかって俺アマゾンで一袋2000円のを買ったのよ。高っ。で買ってみる。一つ食ったらまずくて。俺は結構好きだから食べちゃうんだけど、動画でめっちゃ食ってるよ。動画以外でも食べちゃうぐらい。これうん、美味しい。メルカリの転売ヤーの方から買ったんですよ、これを。アカウントバレたんでしょ。そう、ちょっとね、やばい。メルカリでちょっと買い物すぎてバレちゃったんすよ、最近。こんな可愛いやつは、そうそう。で、カノクさんしかいねえって。で、インスタで載せてた服とかを出品してたら、バレたんだ。DM 来て、それで。なんで来たの？なんか買いましたっつって服を。これ、カノクのですかとかじゃなく、そうそう。カノク買いましたよって。そう、着用画像を鏡越しに撮られて、俺の送られてきた DM に。ちょっと待って、なんで売るのメルカリで。売らんでいいだろ、別に。やっぱ、その、お金欲しいじゃないですか。そんなカツカツじゃないやん。いや、そうそう、でも新しい服欲しいなと思ったら、まあ結構売るから俺は。全部捨てるけどな、これ。全部捨てる？ごめん、これパンパンして捨てる。でも高い服ばっかり持ってる。まあ持ってるけど、まああげたり捨てたり。あげたり捨てたり。あ、でも優しい。優しいの？いや、わかんない。これをちょっとやってほしいことがあって、開けてほしい。簡単だね。言われなくてもやるよ。ゴムつけて。ゴムつけて。さすがにね、ゴムなしじゃ。そう。片手ずつの？片手ずつ？あ、片手ずつかなと思って。あ、そうなの？これ食いすぎて、最近、歯痛くなっちゃって。なんで？なんか。歯関係あるん、これ。いや、なんか、でも、歯医者行ったら虫歯ですねって言われて。虫歯やな、それ。クリームソーダとかめっちゃ嫌いだもん。なんか、着色料えぐいやん。ダメじゃん、これ。ちょっと、ダメだよ。言ってるよ。何回も嫌いって言ってるよ。嫌いだった？嫌いでだっけ、俺。本当なの？好きな人に対してさ、なんか、嫌いって言っちゃうみたいな。グミにやらねえよ。そんなツンデレみたいな。あ、確かに、そっか。すぐ納得するよね。え、全部。いや、そう、軽いんすよ。受け流されやすいタイプだから。人の意見に。そうそう、結構引っかかるね、詐欺とか。結構引っかかってんだ。今まで評価とかの、本当に。いや、ない。ねえの。適当すぎない、会話が。引っかかっちゃうのかな、自分がマジ悩んでたの。2ヶ月前、結構俺悩んでたんですけど。何悩んだ。動画も見ないし。あ、それマジの悩み。軽く鬱状態になってたから。そういう時って一人で家にいんのいっちゃん辛いやん。 YouTube のことを相談する人とかは誰なの？相談したリアルに精神科の先生かな。マジやん。ちょっと待って、マジやん。やっぱ将来のことは不安だしって言ったら、まあしょうがないよねって言われて。いや、全然頼りにならないよ。まあ YouTube はそういうもんだからしょうがないよって。なんか知らんだろ、そういう YouTube のこと。何してんの？そうそうそう、精神科のババア。そうそう、おっさんおっさんおっさんか。でも俺納得しちゃったから、その時。あ、そうだよねって。全部納得すんの？行ってジジイと会話して帰ってくだけやん。そうそう。でも人と会話しないから。ああ、そうね。確かに人と会話するの大事じゃない。クソジジイだけで十分なんですよ。しかも動画一人だから。一人でつい一緒に。あ、でもね、最近結構楽しい。例えば自分がめっちゃおもろいこと言ったとするやん。でもまあ誰も笑うわけやん。でコメント欄でここ面白くない。あ、そうそうそう。でしょ。なんか嫌じゃない、時差の。確かに時差はある。でもそれに慣れちゃって。でもなんか俺コラボとかでもこれ面白いだろうなって思って言ってもなんかあんま受けないというか。なんか相手、なんかね、笑いが独特だよね。なんか相手困っちゃって終わりみたいな、なっちゃうっすね、毎回。困らしちゃったなって相手誰？あ、困らしちゃったなって相手。ちょっとあんまハマらんかったな。あー、誰だろう。あ、でも正直俺のチャンネルでやったのはそんなにないというか、マリモくん、俺変なこと言っちゃったなと思って、なんかの会話で俺と一緒ですねみたいなこと言われて、いや、ちょっと一緒にしないでくださいって。あー、言ったわ。あれはちょっと冗談交じりで言ったんだけど、あれ言った瞬間に場の空気がじゃあね、カノ君ね、あれだよ、トーンが変わんないから、ボケるときにちょっと声高くするとか。あ、そういうことで。ボケます。一緒にしないでくださいよ。確かに確かに。って言ったらなんかわかるやん。はいはいはい。マジ感ある。
やべ、マジで一緒にしたかんのかな。本当にデブジジイのくせになんか一緒の類にされたから、うん、デブジジイと一緒にやだ。そう、一緒やなんだよね、デブジジイは。本当にあいつめちゃめちゃ年下同い年か年上とかに見えるかような気もするけど。誰、俺？うん、あ、俺はもうよく老けてるって言われる。うん、だいぶね。いや、だいぶね。それ、声変えないと。あ、そうか、そう、もう一回やっていいかな。うん、もう一回やって。まあ、俺よくね、老けてるって言われるからね、うん、だいぶね。ごめん、でもそれでもちょっと怖いわな。あ、怖い。そんなやつとあんま喋りたくないもん。俺もやっぱ清掃に着替えた方がいいから、うん、着替えてきていいですか。あ、いいけど、何清掃があんの。なんか何、今から出かけないよ。出かけないの。出かけない。出かけないんだ。なんでちょっと着替えたの。旅行すんのかなと思って。しねえだろ。あ、グッチ着てたから、うん、いや、グッチ着たから。あ、一緒にしてた。あ、そう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 。あ、そういうことね。そうそう。いや、ちょ、違うな。違う。俺が違う。そう、違う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 。あ、違うよ。そんな後ろ見えてないからね。見えてない、うん、はい、こんな感じで、はい、南国で売ってるチンチン、ちょっとね、ちょっとね、南国で売ってる金玉が出来上がったので。どっちにしろ不正解や。不正解。サムネバイやばいね、これ、うん、あ、でもなんか、あれいける。うん、まあ、うん、はじめましてじゃないからかな。ああ、お腹空きすぎてるからかも。お、そんな方に、はい、素晴らしいものがありまして、今日。何ですか。地面にゴミ捨ててある、ゴミみたいに置いてあるキムチとあの、チヂミとこれですね。何それ。お好み焼きとか。お好み焼き。うん、唐揚げみたいな。うわ、うまそう。カノ君いつもさ、うん、なんかルクってるやん、大食い的な。あ、でも今日そんなんかなと思って、飯を抜いてきたんよ。準備素晴らしい。そしたら、今日地球グミだよっていうか。俺普通になんか朝昼食っちゃって、うん、なんで食うん。撮影なのに。今日はね、素晴らしいことしたくて。はい、チーズ。攻めてるイメージがあって、質問とか、うん、攻められてるのがあんま印象ないから。俺結構攻められてる。まあ確かに。攻めた質問ちょっといいですか、言って。いいですよ。はい、まあ、いっぱい女の子と DM してるやん。おー、いい。ちょっと違うじゃん、それ全然違うから。ガチの多い。今のボケだったんだけど、違う。あ、今のボケだったんだ。あ、そうそうそう。 あ、違ったか。俺ボケじゃなくて、マジだったから。あ、マジだったの、うん、そういうことか。マジでだってしてるから。いやいやいや、してないでしょうよ。なんで YouTube 始めたの。俺プロタンが憧れか。あ、プロタンさんに憧れてっていうのはあるし、時間が有り余りすぎて。そんな暇だったの。すっごい暇だよ。なんで。大学生。大学4年生、就職活動しなかったから。なんで。就職しない方向で行ってたから。あ、そんな方向ないよ。ないんだ。高校生が進学か就職かならあるけど、うん、大学生が就職しない方向とかないの。ないって。なんなんその方向。え、何個か何個かね。うん、うん、おっぱい。は、はい、いや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 。インスタライブの時口悪すぎてビビりました。うるせえバカ。黙れ。そんなうるさいんだ。キモいやん、コラボしてくるやつ。バカばっかなよ。なんとも言えないけど。いや、バカばっかでしょ、来るやつ。いや、まあバカばっかっすね。でしょ。なんか相手はうれしくあってそうで、いいっすよね。そうそうそう、いいよね、愛の込めじゃね。そう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 、そりゃそうよ。俺が言ったらみんなマジに取られちゃうから、多分、うん、やらない方がいい。やらない方がいい。じゅっくんのチンチンは何個ありますか。僕マジで3本ありますよ。3本。はい。キングギドラってこと。はい、そうっすね。え、愛知県のケルベロスって呼ばれてましたから。すごっ。形違うよ、しっかり。違う違う違う。氷炭型とか。やば。ロケット型みたいな、はいはい、いろいろ。ロケット。でかそうっす、なんか分かんないけど。人によってね。なんかそういうことを自分で言いたがってるから、ちょっと。言いたがってる。しかもロケット鉛筆型だしね。あ、ロケット鉛筆。俺のチンチンだから、ちょっともう使っ古してきたら、ペッて抜いて、奥から新しいの出てくるから。ビヨンって。じゃあ常に新鮮なんだ。常に新鮮。それこそ一回やったらもう次も抜いて、次の新しい木とかペッて出る。清潔感あって。そう、清潔感ある。清潔感すごい。そう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 、好印象っすね。全然やばい。西洋知らずってやつだ。そう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 。いや、ちょっとよくわかんない。それ違うか。HK 言いたがってるから、あの、最近いつしましたか。これどっち。マジな方でいいの。なんで。マジで、うん、スッとやってないわ。じゃあマジじゃない方聞いていいですか。マジじゃない方でいいの。うん。え、ま…マジじゃない方って何マジ。いや、でもじゃあ本当に俺、3ヶ月ぐらいやってないと。え、3ヶ月金玉の話じゃなくて。いやいやいや、結構やってんな。え、読んでな。じゃあ最近。え、マジな方で言っていい。うん。でも1年嘘つけ。めちゃめちゃ嘘つくやん。いやいや、嘘ついてない。嘘ですよ。さっき動画で、昨日も気持ちかったわ。なんか水ある。あ、ありがとうございます。
今喋りながら飲むボケするの。あ、待って、ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ね、やばいやばい、ちょっと待って、やばい。あ、間違えた。さっきから何も間違えてない。間違えてないよ、これ、うん、合ってんだ。合ってる合ってる合ってる、ね、全然 OK。 僕のお友達コーラー。何それ。やばいやばい、ちょっと待って、ごめんなさい。何駅から行く。俺の第一印象は初めて会ったのどこだっけ。あの、スカイビーフ。そう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 。変な人。変な人。てか俺だけに限らずみんなそうじゃない多分。あ、まあ確かに。カノ君変な人じゃん。あ、みんなが、あ、そういうことか。みんな変じゃなくて俺が変ってこと。うん、あ、そういうこと。うん、俺変かな。だって今日も一緒にいる8割変だもん。なんか自分では普通だと思ってんだけど。いやいや、だってそのなんか何もなしに急におっぱいあとか言わんやん。それやらないよね、一人の時。え、一人の時、一人で例えばコンビニに行きます、うん、レジでこれお願いします。例えばなんだろう、アメリカンドッグ買おうとしてね、アメリカンドッグお願いします、おっぱいあとか。そんなやりそうやん自分。さすがに店員さんにはやんないけど、独り言とかでやってるかもしれない。歩いてて、うん、何も考えずに、うん、あーってずっと言ったりとか。ちょっと怖っ。ちょっと病院行くの。病院行くの俺。わーってやばいやんそんなやつ。独り言で商品とか見ながら、うん、あ、これ美味しそう、高いでも高いなとか結構言って美味しそう高いでも高いなって。そうそう、まあでもたまにいるもんそういう人。あ、いる。うん、そういうやつと俺距離置くもん。なんかカノコン知らない人は、うん、でもそう思ってる。何こいつ。思われてんだ。思われてるでしょ。やめよ、ちょっと かわいそうだ。やめた方がいいよ、ほんと。一人ごめんなさい。だから友達できないんだよ。いやいやいや、まあ確かにね、友達いないのよ、これのせいか。え、マジでいないの。いや、ほんといない。誰か今からご飯行ける人いないかなで LINE できる人は何を、うん、気軽に気使わずに一、うん、人一人、うん、いるんだ。あ、タスクって人。分かる。なん、どういう人。モノマネしてんだけど。あ、してる、してる。あれぐらい仲いいんだ。あ、そう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 。へー、あの人ぐらい。それなのになんか舐めてるとかじゃなくて。あ、でも舐めてるね、正直。それは別にやろうと思えばできるけど、そのタスクには。うん、でも別に呼ぶまでもないんだ。あ、そうそうそう。呼んでもつまんないから。黒歴史なんですか。僕の、うん、僕ないっすよ。ないことはないよね。ないですよ。なんすか黒歴史って。え、いや、例えば教えてください。例えばどうやってたんですか、カノ君の場合。お母さんにバレずにエロい靴買うとか買ってたとか。で、結局バレるみたいな。昔スーパーでお買い物してたの。うん、小学生ぐらいかな。目の前のレジやってるババアが小銭をぶちまけたの。ジャラ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 ってなって、いっぱい100円玉転がってきたの。うん、これ100円玉したら、これ足ね、うん、スーッて全部乗せて、うん、こう踏み続けて、おばあちゃんが、うん、あれ落ちてませんでしたって聞いてくるけど、うん、いや知りませんけど。600円ぐらい盗んだ。もう今やもうそんな600円なんてカスカスですもん、ね。いやいや、今でも俺やるけどね、それは。あ、やるんだ。うん、大事だから。大事な。いや、大事、大事だからやるんだ。大事だからやる。大事だから返すじゃなくて。それやらないやつは大事にしてないもん。してないんだ。お金を捨てるタイプだと思ってたから俺。バカじゃん。俺じゃ三つでいいですか。いいですよ。性癖は何ですか。縛りつけたいね。縛りつけたいんだ。いや、マジで実際になったらそんな、うん、しないんだけど、うん、まだ見る分にはね。はいはい。え、縛りつけられたいんで俺。性癖は。いや、うん。だとしても、あ、じゃあ、なんないの。なんでじゃあやろうかってなるの。俺、なんないか。ならねえだろ。俺、それだと思ってたから。違う違う、じゃあ今日で改めて。改めて、そうそうそう。間違えてます。あ、間違えてるんだ。はい、いや、なんか誘われてんのかなと思って。誘ってねえわ。22日空いてる。なんでさ、あと3つの時にそれ選ぶ。いや、でもほんと慎重に選ぶよ、じゃあ。人生とは。で、むずらすか。こっからまた40分ぐらい話さない。彼女いますか。彼女いません。ありませんか。終わりですね。終わりですね。終わりですね。なんでイエスかノーでいけるやつ選ぶの。終わるに決まってるやん。一個だけ、あと一個だけ、ラスト。ラストですよ、もう本当に、うん。プレイでは ありましたよね、多分あったよね。うん。ジュキヤ君はカノ君恋愛対象に入りますかっていう質問来てるんですけど。うん、ノー。